広島県宮島に来てます。空も宮島といえば日本三景の一つですから、どうですかこの景色見て、あの大鳥、あのこの T シャツ皆さん、四海色の T シャツ見覚えあるんちゃう？そう、奈良公園で鹿に不安を食べてもらって以来のこの格好といえば鹿企画第2弾のみんなね、資格試験の勉強で悩みはあるでしょう。あるいは公認会計士に合格した後の人も悩み尽きないでしょう。そう、人生には悩みがつきものです。そこで宮島には鹿がたくさんいますから、鹿に叱るべく鹿飯顔をして、お悩みを聞いてもらって叱ってもらおう企画最高、このふざけた企画。何食べてんのこれ？神しないで、お腹壊すよ。鹿おるけどさ、人気者すぎて、なんかもうちょっとその孤独な鹿欲しくない？なんかでこうなんか、うん、じゃあもうちょっと探しますか、孤独な鹿。うん、なんかほら孤独に勉強してるお悩みみたいな。あの鹿孤独や。ちょうどいい。あ、いいね、いいね。あ、これこういう鹿求めてる。うん、鹿さんごめんなさい、ちょっといいですか、あのお悩み相談を、お悩み相談を。鹿さん、あの勉強のやる気が起きないんですけど、どうしたらいいんでしょうか？なんじゃお前、うん、まずなお前な、髪の毛をゴブ狩りにせ。あー、なるほど、ゴブ狩りやぞ、もう分かってんのかお前。うんうん、なるほどなるほどっていうかな、お前やる気が出るかどうかよりな、やりだしてから後からやる気がついてくんねや。あー、確かにおっしゃる通り。せやろ。あー、そういうことですか。ごちゃごちゃ言う前にな。わかりました、さっさと机向かおれ。勉強のやる気出た気がします。わかったか。ありがとうございました。ネクストシーカー。すいません鹿さん。ないよ鹿さん、すいません。ないよって。鹿さん、すいません。ない、暑いね。夏ので、あー、これ触んなよ、角触んなよ。鹿さんの角のように、ああ成績が伸びないんですけど。ああ、どうやったらそんなに成績伸びるんですか？そんなな、初めから成績ええやつはおらんねん。成績ちゅうのはな、日々努力してたらちょっとずつ、ちょっとずつ伸びるもんや。ああ、この角のように。そうや。なるほどね、すごいやろ、わしの角。ああ、そうですか。せやかて、わしの角取ったらあかんぞ。これは立派ですもんね。成績悪い時があっても、それでもくじけず頑張って頑張ってたら階段状に成績伸びていくんや。わかったか？わかりました、頑張ります。ネクストシーカー。いや、暑すぎてさ、もう2シカで休憩よ。あの、これ以上連続で3シカ目いったら俺が倒れてまうからちょっとお昼ご飯食べてから三しかめというか、三悩み目、行こう。お昼ご飯補給、オッケー。あの、今、カメラ回してるディレクターが、暑すぎて離脱しまして、安定に、いつもの CPA カレッジ通り、僕一人になりました。もう、人材不足、CPA カレッジ。ちょっとね、まだ2シカしか取ってないから、ちょっと3シカ目取りたいねんけど、ちょっとあれちゃう、あのそろそろシカに恋愛相談しようか。あ、すいません、立派な角ですね。あの、ちょっと資格試験中に彼女に振られちゃったんですけど、
どうしたらいいでしょうか。よし、わしの人生観というか死化生観をお前に教えてやろう。わしも若い時はいっぱい彼女作ったもんじゃ。でもな、ある時気づいたんや。わし一人で生きていけるわって。だから女なんかいらん。あ、なるほど、そういうことか。こじらせた鹿やったな。こじら鹿やったわ。ネクスト鹿。鹿さん、鹿さん。何？すいません、あのケアレスミスがなくならないんですけど、どうしたらいいんでしょうか。鹿さん、ケアレスミスってどうして起こるんだと思う？私思うんだけど、やっぱりキアリスミスってキアリスミスじゃないと思うの。本当に本当にその論点のことをちゃんと腹落ちして分かっているんだったらミスんないと思うわけ。だからあんた分かってないのよ、その論点のことを。いい？しっかり腹落ちするまで学習すること。キアリスミスをキアリスミスだと思ってるうちはまだまだ素人なの。わかりました、精進します。ネクストシーカー。すいません。おう、あの、おう、なんじゃけ。友達と遊びたいんですけど、勉強なんかしたくないんですけど。はあ、どうしたらいいんでしょうか。お前何舐めたこと言うとんじゃけ。はい、人生舐めとんじゃねえけの、はい、その通りだと思います。しっかり目覚ますんじゃ。かしこまりました。そもそも自分で始めた公認会計士受験勉強やないか。それを今さら遊びたいとか抜かして、男なら黙って写真鑑定せ。完成します、頑張ります。ここで良い子の皆さんにもみじまんじゅう対策講義。もみじまんじゅう作る過程を撮影 OK なお店があったので私撮ってまいりました。まずはこの方が直接校の方ですね。今直接校の方がもみじまんじゅうの生地、おそらく牛乳や卵などを混ぜたものを今材料タンクの中に入れました。スローで見てみましょう。材料勘定が増えたわけですね。ここでまず関節材料である油が金型に塗られています。あ、見えましたか。材料が仕掛かり品勘定ベルトコンベアに支店投入されました。抹茶もみじまんじゅうだ。さてその後見ましたか。あんこを直接工の方が一個一個投入していますね。スローで見てみましょう。支店での追加材料の投入だ。そしてベルトコンベアをぐるっと回りながら表裏自動で裏返されながら焼かれていく。機械の減価償却費がまさに加算されていくというところ。そして進捗度 100% になったものが工程の終点で出てきた。これをどうするのかな？お、UFO キャッチャーが掴んで次工程に持っていった。第一工程の焼き上げ工程から第二工程の包装検査工程に振り替えたわけですね。第二工程のベルトコンベヤー淡々と流れていっていますが、ん？あそこにあるのは子孫品か？何やらもみじの形に綺麗になっていないもみじまんじゅうが無造作に置かれている。これは子孫品か？どうやってラインアウトしているのか？お、あの女性の方が第二工程の直接工ですね。どうやら第二工程は機械が包装をしていて、直接工が最終的に箱詰め作業と不良品チェックをやっている、そんなところでしょうか。とすると先ほどのもみじまんじゅう子孫品は第二工程終点発生の子孫品ということで完成品のみ負担というところですね。おっと、箱詰め作業が完了して今製品となりました。ただですね、私ちょっと面白いものを発見しまして、これ今第一工程から第二工程に UFO キャッチャーで振り返っているところなんですが、通常普通に振り返られるじゃないですか。ところがこれ見てください。一個振り返られなかった。一個 UFO キャッチャーで捕まえれなかったんですね。こいつどうなってしまうのかな？こいつはどうなってしまうのかな？お、また2周目第1工程のベルトコンベアを回ってしまうよ。今は生産は停止しているようですが、機械だけは動いている。お、ここで、あ、
無情にも油がもう一回もみじまんじゅうに塗られている。もみじまんじゅう自身も焼き上がった後にまさかもう一度油を塗られるとは思っていなかった。こういうイレギュラーなことがどうしても起こるんですね。完全に機械で生産するわけではなく、人の手がどうしても必要な理由がここにある。そしてこいつは、おそらく第一工程の異常子孫になりますかね。ともあれ、抹茶味のもみじまんじゅうは1ロット分すべて焼き上がったようで、続いて普通の味のもみじまんじゅうを作るためにもう一度材料を作り直す段取り時間が今まさに発生しているところです。もみたい終わり。あの、すいません、すいません、なに監査のちょっとやる気がどうしても出ないんですけど。ご飯くれるの？すいません。ご飯。ご飯くれる？ご飯ご飯。ご飯欲しい。鹿せんべい、鹿せんべい欲しい。鹿せんべいが。マーネル会計士に。お腹すいた。やだ。ぜひお願いします。何？なんかくれるの？なんかくれるんだったらアドバイスあげるけど。あなたそんな公認会計士とか取って食いっぱくれることないのに悩むなんて贅沢な悩みだわ。私の友達の鹿が言ってたけど、監査ってのは年次が上がればどん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 楽しくなっていくらしいし、毎日監査が嫌でも他にもいろいろできることがいっぱいあるって。言っちゃった。そういうことか。ネクスト鹿。あ、鹿いっぱいいた。鹿さん、鹿さん。幸せって何ですかね。幸せとは、愛する人と同じ空間で美味しいご飯を笑って食べることです。あなたはもうすでにその幸せを手に入れています。次はあなたが他の人たちのことも幸せにしてあげる番ですよ。そうやって世界は回っていくのです。なるほど。しみるなぁ。あの、ちゃんと撮影させてもらったんで、勝ったから。こいつ連れて大阪帰るか。はい、ということで、皆さんもお悩みが完璧に解消されたと思いますからこのまた動物にお悩み相談企画、違う動物編やってみようか。あのみんなもこの、あのコメント欄にお悩みをいっぱい書き込んどいてもらったら、次回の動物お悩み相談コーナーで全部きれいに解消しますから、お楽しみに。ということでThis is the CPA カレッジ The Quality こういう動画でしょ。僕が撮りたいのはこういう動画です。そんなね、真面目に問題解いてるバーじゃないんだよ。次回もお楽しみに。バイバイ宮島。